曲ものすごくヒットしてますよ ね, ね、はい、まあ、いい曲ですよ ね, ね、はい、たまたまね私たちもそんなあのタイトルは違うんですがね、家族になろうよというねプロポーズの言葉をね用いた、はい、曲が1曲ありましてね、そちらも聴いていただきたいんですが、あの知らない方ばっかりでねなんですが、私ごとの話なんですがね、はい、あの私先ほども言ってましたけどママユニットで、ユニットをね組んでおりましてでもねさっきねあそうあんた女か言われたんですけど、そうショックや、めっちゃショックやな、ほんまにちょっとやわかる気がする、お客さん間違うてへん、間違うてへん、女性ユニットですよ、うん、女二人ですからね、そうね、はい、ちょっと男性に間違えられますけど実は女性なんでね、あのこの場を借りて言うときますねではないですのでね、女性ですのでね、うん、はい、でね、私事ですが、今度ね息子がね結婚することになりましてね、おめでとうございます、ありがとうございます、11月にね来月挙式しましてね、はい、その、息子にも向けて、次の曲も歌いたいなって、思っておりますが、はい、ね、花向け花向け、そうね、ね、あのね、こんな中学生の頃から知ってるからなんかね、自分の息子みたいになんか嬉しい、嬉しいよ、嬉しいよ、すっごい嬉しいよ、ありがとうありがとう、最近のねでもプロポーズの仕方違いますよ、うちの息子はね、はい、USJ で USJ で、そのたくさんのね何人もお客さんいる前で指輪を渡してねプロポーズしたというね、ちょっとおしゃれ違う そんなたくさんの人の中で恥ずかしいな、結婚してください言うたんですか、そうやん、だから思って来月の結婚式に今から歌うねハッピーオムレツという曲ね、あんたのために作ったし私歌わせてくれるか言うたらね、もうすごいユニークなね、うちの息子って話の面白いこと分かる息子なんですけどね、真顔でやめてくれ言われましたすごい、ね、分かる、うち主人もなんかもうお前潰す気かみたいなね、なんかもう結を変えて冗談や言ってたけど、そうや、ね、いや本気やろ、いや本気やろ言ってくれたらと思ったんですけどね、やっぱりやめてくれ言われました、まあその、ハッピーオムレツ、はい、どんなプロポーズをしてっていろんな形がありますがね、ぜひともねこれから、新しい人生を築かれる方もね、おられると思いますので、ね、はい、まあ、幸せになってほしいという、メッセージを、込めて一曲聴いてください、はい、ハッピーオムレツ、家族になろうよ、突然のプロポーズ、驚きすぎてタラップを落とす、まるで映画のワンシーンのような姿に憧れ、
列。